にちは、エラノショップの福山です。今日も商品紹介していきたいと思います。本日はエコロットさんのミルクティーメーカー、こちらの商品ですけども、本格的な癒し式のミルクティーメーカーが作れるみたいです。私もちょっとミルクティー好きなんで非常に楽しみですね。まず電源ですね。本体あですね。レシピッシュ説明書ですね。ちょっとパーツ確認だけしておきたいと思います。これが本体ですね。モードが5つあって、ミルクティーモード、ティーモード、インスタントモード、ミルクフォーム、これはステアモードですかね。1回ボタンを押せば作れるということになっています。中はこんな感じですね。どういうものをミルクティーとかを作るときは磁石みたいになってるんで、入れるとこんな感じでくっつきます。カバーとかをつけてはめて作るというような構成になっています。つけます。しました。はい、今ピッピッとなったので、これで調理終了ということですね。そうすると、今映っている通り各モードのランプが消えました。なのでこちらで完成です。こんな感じです。あ、美味しそうですね。美味しいです。クリーミーさがあって、あとやっぱ出来たてなんですごい香りが違います。今日も恒例のカメラマンさんにもレビューいただきたいと思います。はい、はい、マジでうまい。美味しいですよね。やっぱちょっと全然香りがなんか違う気がします、ね。これすごいですね。普通の牛乳ですか？もう普通の、どちらでも安い牛乳です。これはうまい。うまいですか？これはうまい。うん。何より茶葉から、入れてるんで当然欲しいと思うんですけど、それがワンタッチでできるっていうのは、いいですね。なんか待てれば全然時間の分時間はちょっとあります。そうですね。もう作ってから数分経ちましたけど、まだ熱々で泡になっていて、多分この70度っていうのが美味しく作れる場だと思うんですけど、それも非常に納得ですね。美味しいです。なんかすごい非常に贅沢な時間っていう感じがしますね。実際に使った後に洗ってみたんですけれども、やっぱりちょっと洗う部分は、レビューも何件か拝見したんですが、ちょっと洗うところが大変だったということなんですけど、まずポイントとしては、この中のフローサーっていう部分ですね。この部分がマグネット式で引っ張ると簡単に外れるような仕組みになってますので、洗うときは、このフローサーを外していただいて、コップの中を洗うような要領で、洗っていただくといいのかなと思います。で、これがなければ結構、洗いやすかったですかね。ただ、こっちの表側と水面は、裏面は水に濡らさないでくださいと書いてありますので、ちょっとそこに気を使って洗う部分が少し、ちょっと大変な感じになります。ただ、これ外せば、実際の洗い作業自体は、そこが大変じゃないかなと思いますね。それからこちらの上の部分ですね。蓋外すと、こんな感じになってるんで、茶葉入れるところが、
外せます。なので、まあ、パッとシャバーをつけていただいて、ここも、まあ、指入れれば、もう僕の指ちょっと深いですけど、届くぐらいなんで、洗うこともできますし、まあ、ちょっと茶葉のここがだんだん使ううちに、この目が細かいので、残ることあるかもしれないですけど、そういう時はちょっと、お湯なんかを食べたところに入れておいて、少し浸しておくと、ちょっと取りやすくなるかなと思います。なので、基本的にはパーツも簡単に外れるような仕様になっているので、まあ、汚れとか気になるときは、そういった形で外していただいて、まあ、使った後、洗っていただくといいかなと思います。ちょっと熱を持つので、説明書にも書いてありましたけれども、ちょっと洗ってす、使ってすぐだと、ちょっと熱いかなと思うので、少しだけ置いていただいて、温度が下がった段階で洗っていただくと良いかなと思います。はい。実際にミルクティーを作って、試してみました。レコルトのミルクティーメーカーですね。味は本当に違いが出ますね。ワンボタン一つで味に違いを感じるので、まあ、作るのは楽ですので、ミルクティーって好きの方とか、まあ、それ以外にもいろいろとラッシーであったりとか、キャラメルマキアートとか、まあ、なかなかうちで作ろうと思うと難しいものをワンボタンで作ることができるので、まあ、そういったものが好きな方には本当におすすめできる商品だなと思います。